はい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 。9連戦の初戦に、この負け方はちょっときついなーって本当に思うし、まあ、いよりも、まあ正直不甲斐なかったっていうのもありますし、まあ打線もね、アドゥア投手に対して、本当に、チャンスもね、まあ少しはあったけども、打たされてばっかりだしね、内野ゴロばっかりだし、果たしてどういう対策をしてたのかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対カープの試合解説をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今冒頭でもね、言わせていただきましたけども、まあ、ジャイアンツに関して、まあ、9連戦のね、今日が初戦なんです。で、やはりまあカードの頭というところもあって、まあ広島というところでね、今こう熾烈に A クラス争いというか、っていうところを繰り広げているチームの中でね、あ、もう今日の負けっていうのは非常に厳しいというか、その負け方もね、結構やっぱりこう、今後にね、影響してくるような負け方だなというふうに思いましたし、まあ、アドゥア投手もね、非常に、まあ、いいピッチングされてましたけども、実際、僕のアドゥア投手のイメージって、もっとこう、荒くれ者というか、結構こう、荒れてっていう感じ、球が速くてっていうイメージが あったんですけども、どっちかというと、今日見てると、150キロもあんま出てなかったんじゃないかな、ぐらいの球の速度でしたし、まあ、カーブ、まあ、チェンジアップという表記でしたけども、まあ、握りを見ると、まあ、フォークボールみたいなね、ボールも、うまく使いながら、まあ、ジャイアンツ打線は、それにね、翻弄されて、内野ゴロをたくさん打たされて、結局、まあ、初完封をね、喫したというところで、ちょっと、この負けというか、まあ打線にもまあ後でね、詳しく言っていきたいと思うんですけども、やはり、広島の打者、もう僕ずっと言ってますけども、もう非常に粘り強いというか、うん、しっかりツーストライク後もね、アプローチというか、低めを見逃して、で、最後、ポイントを近くしてね、詰まってもいいから、内野の間を抜いていくっていうような、しぶとい打撃ができるんで、そういったところで、非常にその、巨人が、見習うべきところはあるんじゃないかなと思うし、まあ実際ジャイアンツの方がね、まあホームランが出てたりとかしますけども、実際そのホームランが出てるから勝てるかって言ったらそうでもないし、で、打つときは打つけども、打たないときは打たないみたいなところは結構ジャイアンツ打線あるので、そういう粘り強さみたいなところは、広島はね、見習うべきところだし、それができるようになってきたら、こういう完封負けっていうのは、もうちょい、減っていくんじゃないかなっていうふうにも僕は思うんですね。じゃあですね、今日の動画の内容の話をね、していきますけども、まず、得点シーンを振り返っていきます。はい。まあ今日は5対0というところで負けましたけども、誰がタイムリー打ったとか、っていうところを振り返っていきます。で、スタメンの変更点、ありましたんで、スタメンの変更点を見ていきたいと思います。で、それで最後にですね、僕が気になったところであったりとか、あ、ここ、例えば今日だったら山崎伊織投手、打たれた原因はここにありましたね、とか、あ、もうちょいこうしとけば、抑えれてましたねみたいなところをできるだけ分かりやすくね面白く伝えていきたいと思います。はい、じゃあですね、まずですね、得点シーン振り返っていきたいんですけども、僕の胸あたりにですね画像を出しながら、一緒に見ていきたいと思います。はい、今日は5対0というところで、まあアドゥア投手のね初完封をまあされたというところのゲームでしたけども、やはりまあ先制されたのは非常に大きかったなというふうに思います。まず1回表ですけども、ワンアウト1、3塁で小園選手のライト前ヒット。で、これで1点ね、広島が先制しますと。で、5回にですね、2アウト満塁から野間選手のこれライト前ヒット。これもね、詳しく見ていきたいと思うんですけども、非常にうまく打ったなというか、これこそ先ほど言ったね、粘り強さというか、フォークボール系のボールをね、しっかり見極めながら、ファール打ちながら、最後インサイドに来たボールを、もう詰まってもいいから、とりあえず内野越えてくれというような、ね、打ち方をしてですね、これはもうバッターがうまく打ったというところなんですけども、非常にね、ナイスバッティングだったなというふうに思います。で、6回表、ここですよね。まあ、その、先頭の坂倉選手にホームラン。で、続く、末金選手にもホームランというところで、連続ホームランを打たれるんですね。で、まあ、もうこの、もう5対0になった時点で、まあ、勝負はほぼ決まったかなとは思いましたけども、まあね、非常に、まあ今日は3安打と、
ジャイアンツは3安打、広島は10安打というところで、まあ3安打じゃやっぱなかなか、できない、なかなか点が取れないというところはありますけども、もう少しね、やれることはジャイアンツあったんじゃないかなって、負けは負けでもね、もうちょいマシな負け方というか、相手に勢いを、あまりつけさせない、負け方もね、できたんじゃないかなとも思うんですよね。はい、じゃあですね、こっからはですね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思います。はい、この辺にね、画像を出しまして、前日とね、比較をしていきたいと思います。はい、まずですね、ジャイアンツから見ていきましょうか。4日、昨日はお休みだったんで、4日のヤクルト戦との比較にはなりますけども、はい、あまり変更点はなくてですね、ジャイアンツの場合。ショートに、前日ね、伊豆口選手が7番に入ってましたけども、今日は8番に入っておりまして、この間はね、キャッチャー小林選手だったんですけども、今日は岸田選手が7番キャッチャーに入っておりますと。で、ピッチャー菅野さんだったんですけども、今日は山崎伊織投手というところで、まあ9連戦ね、初戦というところで、まあ非常に重要なところですし、まあ山崎伊織投手もね、今、現状いい成績を出せているというところで、まあなんとかね、接戦でもものにしていきたいというところは今日ありました。で、対するカープですけども、4日の中日戦からの変更点はですね、まず野間選手2番に入ってたんですけども、今日は3番ライトで出場しておりますと。で、前日3番レフトで中村選手が入ってたんですけども、今日は復帰、末金選手が復帰しておりまして、では6番にレフト末金選手が入っております。で、前日林選手はね、ファーストで出場しておりましたけども、今日は8番で出場しております。この間は6番というところですね。で、前日ショートで、7番で矢野選手が出てたんですけども、今日は2番ショートに矢野選手が出ております。で、前日はですね、セカンド8番で、二俣選手が出てたんですけども、今日は菊池選手が7番に入っておりまして、ピッチャーはクリソ投手だったんですけども、今日はアドア投手というところで、まあ、広島は結構比較的オーダーをね、結構大きく変えるっていうチームですけども、非常にやっぱり菊池選手であったりとか、まあ、末金選手とかね、矢野選手もそうですけども、非常にその、僕の印象的にめちゃくちゃ嫌な印象があるんですよ。うん。うん。菊池選手もそうだし、特に末金選手なんかね、去年11本ぐらいホームラン打った中の6本ぐらい、半分ぐらいはね、ジャイアンツで打ってたんで、そういった選手が復帰してくるってことは、非常になんかこう、嫌だなーって、ましてやこのジャイアンツ戦から復帰するっていうのは非常に嫌だなーっていうふうに思ってましたし、その去年からの相性の良さっていうのを今日発揮しなければして、させなければね、勝てるんじゃないかなとも思っておりました。はい、じゃあですね、今日今からですね、得点シーンじゃなくて、僕が気になったところであったりとかね、そういったところをちょっと一緒に見ていきたいなというふうに思います。はい、今日ね、山崎伊織投手がちょっと不甲斐ないよと、ちょっとどうなってんのというお話を今させていただきましたけども、やはり、その原因をと探っていくとですね、やはり初回の投球にあるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、まず、まあ先頭の秋山選手にツーベース打たれるんですけども、これも、5球目のカットボールかな、カットボールを打たれたんですが、4球目もカットボールいってるんですね。で、4球目のカットボールは、引っ掛けたような形でファールになってるんですよ。で、バッテリーからしたら、やっぱり引っ張らせたいというか、まあ、ゴロを打たして、セカンドゴロ、ファーストゴロを打たしたいという意図で、もう1球カットボールいったと思うんですけど、それを、まあ、少し甘くなったとはいえ、それをね、まあ、センターの大きいところに、深いところにね、ツーベース打たれるんですけど、これの、まず、ちょっと嫌だなっていう感じ。その出だしでね、こういうバッティングをされるっていうのは、非常に嫌だなっていう印象があるので、その秋山選手のこの一球で修正してくるところというかね、うん。ちょっと引っ掛けたから次ちょっともう、もうちょいセンターを中心にっていう感じで意識して打ってるところが、まあベテランなんですけども、非常に素晴らしいなっていうふうに思います。で、ノーアウト二塁から矢野選手がバント決めて、で、ワンアウト三塁から、野間選手にこれデッドボール当てるんですよ。僕今日これが結構でかかったなと思ってて、どういうことかっていうと、まあこれね、ストレートを、野間選手の右足かな、前の足にバーンと当てたんですけど、これね、何が嫌かっていうと、普通山崎伊織投手ってめっちゃコントロールいいじゃないですか。正直ね。めっちゃコントロールいいんですけど、初回でやっぱりこう、まだ不安定な時期というか、まあ立ち上がりが不安というかね、どのピッチャーも不安なんですけど、その時に、ストレートを引っ掛けて、当ててしまってるって、やっぱり、
あの、抜けるのはよくあるんですけど、引っ掛けるってあんまりなくて、うん。で、その左バッターに引っ掛けてデッドボール当てるって、その山崎伊織投手で言ったらね、なかなかないことなんですよ。だから、それが起こったらどうなるかっていうと、左バッターのインサイドに行きづらかったりするんですね。さっき引っ掛けてデッドボール当ててるから、ちょっと行きにくいなって、やっぱり、キャッチャーも思うし、ピッチャーもやっぱ投げづらさみたいな感じるんですね。それで今日、この左バッターのインサイドってあんま投げ切れてないと思うんですよね。それ以降ね。うん。で、これデッドボールになるでしょ。で、ワンアウト一三塁で小園選手にこれライト前ヒット打たれるんですけど、これちょっとチャート見ていきたいんですよ。で、結局、先ほども言ったように、やっぱインサイドなかなか投げづらいよと。初回もあるし、さっきデッドボール荒れてるしっていうところあるんですよね。で、フォークボール行くんですよ。まず初球ね。フォークボールでファールになると。で、シュートでボールになって、で、フォークボール、これね、3球目フォークボール行ったんですけど、これも、まあまあいいところに落ちてるんですよ。うん。まあまあ、まあ、ギリボールかなっていうところに落ちてるんですけど、これ、小園選手ね、まあ4番入ってる選手ですけども、まあこれ、ずっと、まあシーズン中ずっとですけども、右打ちとか右にゴロ打ったりとかするのもめっちゃうまいんですよ、この選手ね。で、フォークボールっていうところで、いいところには落ちてるんですけど、これも、小園選手がね、うまいことヘッドをね、返して、カーンって返して、もう1、2塁間にゴロ打つんですよ。で、これが、ライト前ヒットになるんですけど、これね、まあやっぱり小園選手がどう考えてたかわかんないですけど、先ほどやっぱりまっすぐを引っ掛けて、デッドボール当ててるっていうところで、インサイドあまりないんじゃないかっていうふうに、もしかしたら予想を立てながら、打席に入ってた可能性も非常にあるので、もし、このデッドボールじゃなかったとしたら、小園選手もね、まっすぐ、インサイドもあるかもしれんっていうふうに思ってるんで、多分こういうヒットって生まれなかったと思うんですけど、まあ、結局やっぱ繋がってきてるってことですよね。先ほどのデッドボールで、まあ、その球種が、消えて、うん。消えて、バッターの中から選択肢の中から消えて、っていうところで球種が1個減ったところで、打席を迎えてるんで、非常にね、小園選手からしたら、打ちやすかったんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。でですね、次ですね。はい。気になったところね。これ3回裏ですね。これね、まあ1対0というところで負けてまして、まあアドア投手がね、スイスイ投げてますと。で、この回、先頭バッターの岸田選手にフォアボール出したんですよ。で、やっぱり、もう、ずっと言ってますけども、先頭バッターのフォアボールって、やっぱり点が入りやすかったりするんですね。で、ノーアウト1塁で出口選手なんですけど、これ見逃し三振しちゃうんですよ。これ、まあストレート4球、まあ表記では全部ストレートっていう風に出てましたけども、もしかしたら通信向けのボールも投げてたかもしれないんですけど、ここで、バット1回も振らずに見逃し三振ってちょっと厳しいなっていう、うん。で、どういう風に考えてたんだろうって。で、この時の基本的な考え方って、やっぱノーアウト1塁で、1点差でしょ ?1 対0でしょ基本的にバッテリーは引っ張らせたくないんですね。うん。で、そんなことは、伊豆口選手もショート守ってて、まあ、エリート街道を歩んできてるんで分かるわけじゃないですか。で、多分おそらくインサイドに来ても1球ぐらいだと思うんですよ。1球、2球ぐらいなんですよ。多分来てもね。大体外の配球になるんですよ。で、アドラ投手なんかましてやね、まあ動かしてっていうかね、ボールを動かしながらゴロを打たしてっていうピッチャーなんで、もう、そんなもう絶対アウトコース一択なんですよ。うん。で、それで、それが分かっておきながら、全部アウトコースなんですよ。これまっすぐね。うん。で、それで、伊豆口選手がバット一回も振らずに三振するってちょっとありえないなというか、うん。どういう風に考えてたんだろうって。うん。相手の気持ち、相手がやられたくないことを頭に入れて、自分がやらなければいけないことを頭に入れたら、もう必然的に絞るボールって余裕で分かるんですよ。こんなん。うん。絶対アウトコースに、まあ、ストレート系が来るだろうなって、アドラ投手の球質的にもね、絶対アウトコースの、来るだろうなって分かってて、それで見逃し三振してるんで、これはもう頭の整理ができてないとか、よっぽどやばいなっていう正直思いました。うん。こんなことしてたら、それはモンテス、出すよっていう風になると思うんで、ちょっともったいなすぎるなって、この打席は。うん。ちょっと僕からしたらありえないなっていうところはありました。はい。で、ワンアウト一塁から山崎選手がバント決めて、で、丸選手が、まあ、ファーストゴロね、っていうところで、まあ、結局チャンス、だったんですけども、点が入らないというところですね。はい。で、次5回もって見ていきたいんですけど、まあ、この回もね、まあ、2点取られる回なんですけども、やっぱりこの回も先頭フォアボールなんですよね。まあ、惜しいところには投げてるんですよ。惜しいところに投げてるけど、やっぱり、フォアボールはいけないと。先ほどの岸田選手のフォアボールはありましたけども、まあ、菊池選手にもフォアボール出してしまうというところ。で、ジャイアンツは先ほど点取れなかったですけども、同じ状況で、やっぱり、
これノーアウト一塁で林選手がこれライト前ヒット打ってるんですね。うん。先ほど伊豆口選手で見逃し三振でしょ。うん。で、林選手がこれライト前ヒットで打ってるんですよ。同じ場面じゃないですか。ノーアウト一塁で。うん。で、これも一球目の甘めのシュートなんですよ。シュートの甘い球なんですけど、これも別にリードに、言うわけじゃないんですけど、これ1打席目の林選手の打席、なんだったか知ってます？フォークボールに全然合ってなくて空振り三振してるんですよ。うん。で、バッターってやっぱり、打ち取られたボールって、やっぱ意識しちゃうんですね。やっぱり必然的に。あ、さっきフォーク出られたから、フォークちょっとこう、やっぱり比重が高まったりするんですね。で、そこで多分、まあ、裏回転じゃないけど、まあ、シュートという球種で、まあ、打たしてゲッツーを取りたかったっていう意図だと思うんですけど、まあこれも結果論にはなってしまうかもしれないですけども、一球目フォークで行って、相手バッターがどれぐらい、フォークを待ってるかっていう、フォークの比重がどれぐらいかって見逃し方を見て、探るっていうのももしかしたらありやったんちゃうかなと思います。うん。で、結局ね、これね、後で見ていくんですけど、3打席目の林選手ってまだフォークボールで三振してるんですよ。だから結局、フォークボールで全く合ってないんですね、基本ね、林選手。だから、これ、この2打席目も、まあ裏書いていったと思うんですけど、一球目だけフォーク行って、あ、これ合ってないなって判断しちゃったら、フォーク連投でもよかったんちゃうかなって思いました、正直ね。うん。で、ノーアウト一、二塁からアドゥア選手がね、バントを決めて、で、ワンアウト一、三塁で、まあ、秋山選手ね、これピッチャーの内野安打ね。これもよく止めましたけどもね、いおり投手がね。うん。で、ワンアウト満塁で矢野選手がファーストゴロ。これ前進守備で、まあ、ゴロ打たしたいよというところで、フォークボールをしっかり、これ、ファーストゴロに打ち取れた。ここは良かったんですよね。ここまで良かったんですよ。で、ここで2アウト満塁で野間選手のね、これライト前ヒットなんですけど、まあ、これは正直、打った野間選手が素晴らしいっていうところはありますと。ただ、やはり満塁っていうところで、ピッチャーはゾーンで勝負していかないといけない。うん。だってフォアボールがあるからね。うん。っていうところの、その場面になってるんで、非常にバッターからしたら打ちやすかったんじゃないかなと思ってて、これもフォークボール系をね、しっかりファール打ったりとか見逃しながら、最後インサイドのボールを、まあ、詰まりながらヒット打ったわけですけども、やはり満塁じゃなかったら、例えばこうね、一塁が空いたりとかしたら、少しもうちょいゾーンを広く持ちながら、ストライクからボールになる変化球を使いながらっていう配球ができるんですけど、満塁だと、それをしちゃうとね、見逃されると、押し出しのフォアボールになっちゃうんで、だからそれができなくなってくるっていうのがあるんで、最後ね、ストレートで押し切って、詰まらせてやろうっていう配球でしたけども、それをね、野間選手がうまく打ったというところで、まあ、この場面は野間選手が素晴らしいバッティングをしましたけども、まあ、満塁という場面で、そういうストライクからボールになるような変化球を投げる選択肢がなかったっていうのは、非常にね、まあ、打たれた原因の一つかなというふうに思いました。はい。でですね、6回表ですね、まあ、この回も2点取られてしまう回なんですけど、まあ、先頭の、これ、坂倉選手にホームラン。まあ、ちょっと抜きスライダーというかね、山崎優衣投手って、まあ、スライダー普通に投げてたら130キロ台とかね、のスライダー投げますけども、ちょっと抜きスライダーって言って、ちょっとこう、遅めのスライダーみたいなのも、ちょっと自分で工夫して投げたりするんですけど、その抜きスライダー、120キロのスライダーを初球ホームラン打たれると。うん。うん、まあ、ここのホームランもきつかったですね。で、その続く末金選手にも、ストレートね、ホームラン打たれるんですけど、初球のね、140キロなんですよ。ちょっと抜きまっすぐみたいな感じで、ちょっと、この2本は不用意だったなと思うし、まあ、1本目のこの坂倉選手のホームランは、まあまあまあって感じはするんですけど、この2本目の、この末金選手のまっすぐ、ストレートまっすぐ140キロのど真ん中の高めぐらいなんですよ。これはちょっと不用意すぎるなっていうふうなところはあるんで、非常にね、ちょっと不甲斐ないなっていうところはね、この2本の連続ホームランはありました。ましてやこれ抜き、ちょっと抜いたスライダーと抜いたまっすぐなんで、ちょっとどうなのかなって、打たれた本人もね、悔しさは残るんちゃうかなと思います。で、これも結局、先ほど言ったようにね、ノーアウト一塁から林選手空振り三振してるでしょ？これでフォーク3球いって、全く合ってなくて三振してるんで、だったらこれ2打席目の先ほどね、ライト前ヒット打たれましたけども、ここもフォークボール1球目いって、タイミング測った方が良かったんちゃうかなと思うんですね。で、6回裏行きましょうか。6回裏はこれ、ジャイアンツがね、チャンスを作るんですけど、これ先頭のね、これ中山選手ね、これ代打で出てきて、まあセンター前ヒット、非常に素晴らしいですよね。この間のピッチャーのね、強襲のヒットもありましたし、非常にいい打撃が、2軍からね、ずっと続けてこれてると。うん。で、ノアで中で丸さんのこれセンター前ヒット、これも中山選手と同じようなセンター前ヒットね、うん、デジャブのような形で、まあ、同じようなヒットを2本打つと。うん。で、ノーアウト1、2塁で吉川選手ライトフライ。うん。これもちょっと浅いフライだったんですよね。うん。チェンジアップを泳がされてね。
で、基本的な考え方として、ノーアウトランナー、まあ、この場面はノート1、2塁ですけども、ノーアウトの時の、まあ、ランナー2塁のタッチアップって、ノーアウトの時はあんまりこう、無理しない。で、ワンアウトの時は多少、いけそうなやつは行くっていうところが、ジャイアンツのね、まあ、走塁のね、基本的な考え方なんで、もう少しライトフライ、これ深かったら、中山選手、タッチアップしてたと思うんですけど、ちょっとね、浅いフライだったんで、まあ、自重したというところですね。で、ワンアウト1、2塁でヘルナンデスのこれセンターフライ。これはワンアウトになってるんで、走者はある程度やっぱりいけそうなやつは行くっていうところで、タッチアップして1、3塁作りますと。で、岡本選手がフォアボールで満塁になると。で、ツーアウト満塁で大城さんがこれセカンドゴロ打つんですけど、まあ先ほど言ったように、アドア選手ね、まあカーブでやったりとか、チェンジアップ、まあフォーク系のボールですけど、っていうところをすごくうまく使ってたっていうのがありまして、これも、まあチェンジアップでボールになって、チェンジアップで空振り取って、で、これもチェンジアップ全然合ってないですね、タイミングが。で、バッターからしたらチェンジアップが全然合ってないから、あ、チェンジアップの比重が高まるわけですよ。うん。で、そこでまっすぐが来て、まっすぐボールになって、で、もう一超まっすぐ行って詰まらされてセカンドゴロというところでうまく配球されたなっていうふうに思います。こうバッターも合ってないからもうちょいこの球を待っとかないとこの球を対応できないというところで微調整するんでその時にまっすぐでドーンって来られるとバッター詰まっちゃうというところがあるんでそれは非常に坂倉選手が非常にうまく見てたなというふうに思いましたし、アドア選手もね、150キロは出てなかったと思うんですけど、非常にこう、遅い球と速いボールを使いながら、非常にこう、緩急を使いながらね、うまく狙いを外してたなというふうに思いました。はい。で、まあ、それ以降はね、まあ、平内投手が投げたりとか、まあ、田中投手が投げたりとか、してましたけども、非常にまあ、0点に抑えてたんで、まあ、2人の投手ね、うん、非常によく頑張ってたなとは思いますが、やはりまあ、9回までな、アドア投手が投げて、初完封を喫するっていうのは、非常に、9連戦の中でね、初戦というところで、重要な位置づけなんですけど、非常に悔しい負けではありますし、その打者に関しても、まあ、伊豆口選手のまあ、見逃し三振もありましたけども、頭の整理できてないというか、本当に狙い球が絞れてないというかね。うん。もし僕だったら、アドア選手ね、まあ、ムービング系というか、ストレートがちょっと動くっていうようなお話があるじゃないですか。で、僕は実際立ったことないんで、僕はそういう投手に対してどういうふうに対応していくかっていうと、まあ、その投手の、まあ、いろんなところでね、変わってくると思うんですけど、まあ、もしアドア投手を対峙するんだったら、ストレートという球種が、まあ、ある意味、変化球になるんですね。だから、そんだけ動くんだったら、内野ゴロ打たされるんだったら、僕だったらゾーンを上げる。基本的に、そんだけ動くというふうに言われても、球が高くなると、そんなにムービングはしないんですね。だから、高めのまっすぐ、ベルトより上のまっすぐを待つ。それか、今日で言ったら、カーブであったりとか、チェンジアップっていうボールが非常に結構割合的には多かったと思うんで、ストレートを狙うというよりかは、その変化球を狙っていく。うん。っていう方が確率は高いかなと思うんで、今日見てると、その、まあ、坂倉選手もね、うまいこと配球してたっていうのはあるんですが、うん。どっちを打とうかなっていうふうに迷ってる選手が非常に多いというか、うん。配球もね、そんなにこう癖のある配球ではなかったんで、初回から結構いろんな球種を見せながらやってたんで、結構ね、1打席に1球2球ぐらいは変化球が来るっていう場面が非常に多かったんで、そういった意味でも、もっと割り切ってね、変化球、この打席はもう絶対変化球狙いに行く。カーブでやったりとか、チェンジアップっていう球種をもう遅いボールを狙いに行くっていう風に、割り切った打席とかがジャイアンツの打者っていうのは全然なかったんで、結局まあ、割り切れずに0点に抑えられてるわけですから、うん、割り切ってやってった方が、点数入る可能性は高いと思うんですね。だから、そういった意味でも、その、打撃コーチはどういう指示を出してるのか、それはちょっと僕はわからないですけども、まあ、基本的にやっぱ個人事業主で、やっぱ指示は出ますけども、打席の中ではね、自分で考えてやるところはね、プロ野球っていうところは多いと思うので、そういったところで、なかなかね、狙い球を絞れてないなっていう、何を打ちたいんだろうなって、全部を待ってるんかなっていうところは、非常に感じたんで、やられたんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ、その9連戦の初戦で、この負けっていうのは非常に厳しいと。で、山崎伊織投手も、まあ、打たれたくて打たれてるわけじゃないと。そんなことは分かってると。ただ、やはり初回の、野間選手の引っ掛けたデッドボール、あれがあって、ちょっと左バッターのインサイドに投げ切る、てることがなかなかできてなかった。うん。で、広島の新井監督もね、非常に左バッターを今日揃えてきたっていうのがあって、
初回にあのブレッドボールをやってしまうと、やはりインサイドになかなか投げきれない、外勝負になる。で、広島のバッターはねちこい、ポイントを近くしてボールをギリギリまで見極める。そういったことをされると、やはり、すごく難しい展開になってくるんで、もしかしたら投げづらかったかもしれないけども、デッドボール当ててしまったかもしれないけども、それでもインサイドに投げ込んでいくっていう強い気持ちも、強気の配球ももしかしたら必要だったのかなっていうふうに思いました。はい、てな感じでね、まあ悔しいですけども、切り替えてね、明日以降の試合もまた応援していきたいと思います。はい、てな感じで今日は終わります。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わります。じゃあね、バイバイ。